し、その中に隠された戦略を選手と共に紐解いていきます。ご案内は私、ハドブルの山部佳純です。よろしくお願いいたします。今回のピックアップ、6月13日に行われた波動マスターズカップシャープ26より、ダレック・ドッグ CH vs チャリオットの3位決定戦第1セットをお届けしたいと思います。それでは早速本日のゲストにご登場いただきましょう。ダレック・ドッグ CH よりイスト選手です。どうぞ。お願いします。じゃあまずはダレックさんの戦略について聞いていきたいんですけれども、はい、今までと見比べて今シーズン結構変わってきたなっていうふうに思うんですけど。確かにそうですね。バージョンが波動のバージョンが新しくなったんで、はい、はいはいはい、そこ結構大きなアップデートがあったんですよ。なんでそれに合わせてラレップ自体の戦術も大きく変化しましたね。バージョンアップというのは波動の開発元が毎年少しずつバージョンアップしているんですが、今回はその中でも規模が大きかったっていうことですか？そうなんですよ、はい、今までのバージョンだと、マーカーを見てないと、はい、なんか不具合が起きたりして、そうですね、試合をするにはマーカーを見なきゃいけなかったですもんね。それが今回のアップデートで、はい、横を向けるようになったんです。なるほど。正面を向かないと反則だったのが、はい、横を向いても大丈夫になった。そうです。この立体的に避けれるというのは具体的にどのようなことでしょうか？具体的にはやっぱりその横を向くとか、うんうんうん、下を向く、上を向くとか、こういった避け方が今までの波動時できなかったんです。そうですよね。それがこのアップデートによってできるようになったんですね。アップデートして、向いても大丈夫ですよという形になったとして、はい、対応するのって難しかったりしましたか？そうですね。横向ければ避けるの簡単じゃんってちょっと一見思うかもしれないですけど、うんうんうん、タイミングとか球が実際向かってきてる中で横を向くっていうのはタイミングが難しくて、そこを掴むのはやっぱ練習が必要ですね。じゃあ具体的に戦略に組み込んでいったところはどういう形になりますか？まずは、ズーマー選手を、はいはい、一歩前に、ちょっと出させました。そうですよね。この何でしょう、一番前でもなく後ろでもなく、はい、絶妙なポジションにライン取りしてますよね。この位置っていうのは今までの波動だとあんまり取ってる、そんな位置取りをしてる選手はいなかったんですけど、はい、ズーマー選手が割とラレットの中でも一番早く立体的な避け方っていうのをマスターしたんですね、うん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 、で、やっぱりその立体的な避け方ができると場に出ても球をキャンキャン避けれるんですよ。プラスしてこの少しでもズーマーさんが前にいることによってなんか球が集まってるように見えるんですけど、それももちろんあります、はい、それも戦略で意図的に。そうですね、副次効果っていうんですか、はい、点取られたくないんで相手は、うんうんうん、なんでその分やっぱ球は集めますよ、ね、このズーマー選手にエナジーボールが集まってる間にレフト選手がこう取ってる、すごいコンビネーションですよね、はいはい、そこはやっぱり練習しましたね。結構もう日頃の練習でこの2人のコンビネーションはたくさん練習されてると。もともとレフトが影が薄いのが特徴なんですよ、うんうんうん、敵から見つからない、見つからない、割となんかスナイパーみたいなタイプなんで、うん、でなんでその特性を生かすためにもなんか光と影じゃないですけど、ズーマーさんが前に出て注目を集める、でその後ろの方でレフトがスパンと抜いていく。なるほど、はい、それでは立体的に、避けれるようになって他にも影響とかはありましたか？そうですね、一番大きな影響と言ってもいいのかもしれないですけど、うん、これまで主流だった5221、はいみたいなそのちっちゃい球は全てもう避けられてしまうんですね、うん、なるほど。もう主流皆さん使ってましたもんね。本当にもう全ての試合それなんじゃないかってぐらいみんな521使ったんですけど、それをその対策というか5221の代わりにちょっと大きい4321とか、うんうんうん、3331とかそういう球を使う人が増えてきましたね。なるほど。もう今まで本当にアタッカーの主流だった5221はもう立体的な避けで避けれるようになった、もうそれの対策をするところまでこのアップデートの変化が影響してるってことですね。本当にこれ本当に偉大なアップデートだと思うんですよね。はい、わかりました。いやただその結果この試合ではもう本当にロースコアで
粘って、まあ、延長戦の末ラレットと CH の勝利。西選手本日はありがとうございました。ありがとうございました。いや今日動画撮ってみていかがでしたか。いややっぱなんかこういう波動を解説するそういう場所に呼ばれるのはやっぱトッププレイヤーになったんだなという気がしますよね。本当に本日はたくさんのお話ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして本日のゲストは、はい、ラレットと CH よりイスト選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ波動インサイドストラテジー、次回はどんな解説が聞けるでしょうか。また次回もお楽しみに。